逃げも隠れもしないその度胸、褒めてあげてよ。はあ？日野蓮さん、今日こそこの TA 女学院の女王の座をかけて勝負よ。え？もうちょっと伸びると思ったのにな。まいっか。結局あたしにこういう役が回ってくるのよね。まあみんな女の子だし学校だってあるし、見張りなんてのは確かに猫の方が世話ないからわかるけどね。やっぱりウサギちゃんの言う通り、ネフライトは本物で配信もしたのかしら。プリンス、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 我々は言いなりはもうたくさんだ。月の王国のやり方には我慢できません。我々を支配者気取りで一方的に監視するなど。立ち上がりましょうプリンス。逆にこちらが月の王国を支配してやるのです。プリンス、なぜ争おうとする。いつ言いなりになったというんだ。監視されているだと。わからないのか。あいつは我々を利用しようとしているのだぞ。
再生のショックで失われた過去の記憶を取り戻すか。あまりにも遅すぎる。私がこの場所を知ってること忘れたの？相変わらずその子にご執心なのね。衣装を持って素直についてきてくれたら、その子には手出ししないでおいて。いや、やめて！レフレイト様を離して！どうせもうすぐこの町からは一人残らず人間が消えるのだから。エナジーを渡したし。
もないものを見てしまった。もうすぐ、もうすぐだ。我らの長き不遇の時代は今宵終わりを告げる。偉大なる覇王デス・ファントムよ、我らを導きたまえ。守備よく言ったようだな。テラ戦士の邪魔は入りましたが、抜かりはありません。ろくに使いこなすこともできなかった男には無用の長物よ。それは貴様とて同じだ。うん、黒髄章の力をフルに引き出すことは俺はもとより貴様にもできん。それができるのはペラズ口が叩けるのも今のうちだ。二度とその口聞けぬようにしてくれるわ。やめろ、やめ、うわ、やめろ。敵なわけ。マコちゃん、放課後のあの話し合いの後、神社から飛び出していったウサギちゃんを追いかけて、私は途中で会ったマゴルさんや海野くんと一緒にリプライドの見舞いに行った。的に動き出したようだ。何に使うかは知らないが、神髄章が狙われていることには変わりがない。一瞬たりとも油断はできないぞ。みんな心して構えてくれ。巨大な容器は、違う、東京が飲み込まれていく。黒髄章よ、我が呼びかけに応え、その力を貸したまえ。この町すべてのエナジーを吸い尽くし、その力をもって我らが主を、パストワイズマンをこの地に呼び寄せたまえ。
奴らだ。動き出したんだ。